皆さんこんにちは、野谷智也です。飛び職人として現場に出たり、現場職のコンサル講演会を全国各地で行ったり、モノづくりという共通点を通して、楽器を制作やバンド活動もしています。TikTok のフォロワーが10万人を突破する段階で、モノづくりのプロ集団を形成するオンラインサロンを開設する予定なので、よければ TikTok のフォロー、いいね、コメント、シェア等ご協力していただけると幸いです。さて今日はですね、 えー、優秀な社員を雇いたいなら SNS を見ろという話題をですねちょっとお話をしていきたいななんて思ってるんですけども、まあ、これどういったことかっていうとですね、えー、皆さんね会社で経営してる方だったりとかまああの普通に雇われて今働いてる方も聞いてほしいなと思う内容なんですけども、まあ、会社の中でまあ嫌な人とかねやっぱ皆さん いるかなと思うんですけども、えー、その嫌な人のせいでね若い社員が辞めてしまいましたなんていう経営者の方もいるんじゃないかなと思います、えー、はたまたねあの入ってきたばかりの子が、えー、最初ね面接した時はいい子だなと思ったんだけど実際働き始めたらあのバックれたりとかねまあよくありますよねまあ現場職なんて特にそうだと思いますけども、えー、それで仕事をすぐ辞めちゃったりとかね あの最初道具とかもいろいろ揃えてあげたのにあのすぐやめちゃってもうこれじゃ赤字じゃないかなんてね、えー、ことがまあよくある業界なのかなと僕も思うんですけどもまあ、そういう悩みを解決するためにですねどうしたらそのいい社員かどうかを見極められるのかと、えー、若手はもちろんですけどねまあ、中途で入ってくるようなそのまあ、中堅の。 年、えー、の、まあ、30代40代の方とかね、えー、どういう人がしっ,し,しっかりしてる人なのかっていうのをすぐに見極めるのはどこでやればいいんですかっていうような声がですね結構ちらほらと僕のもとに、えー、届きますので、えー、プラス若い子もねあのいい会社ってどういう会社なのかっていうのを見極める、えー、技とかにもねこのお話は使えるかなと思いますから、えー、ぜひぜひ見て聞いて。 いただければななんて思います、はい、じゃあ優秀な社員を雇いたいなら SNS を見ろね。えー、っと、これでですね、まずここを押さえとくだけで、えー、まあ会社の雰囲気を悪くする、まあ、年配社員や、えー、問題ばかり起こす若手社員が、まあ、会社からいなくなって、えー、結果から言うともう会社の成績向上に、えー、直接まあ僕はつながってくるのかなと、えー、思っています。えー、っと、まあ、これ結構前の YouTube でも一回お話はさせていただいたんですけど、 あの会社のねあの人間関係だったりとかえ仕事をしていく上でねみんなが、えー、悩んでることのほぼほぼがですね、まあ、人間関係による、えー、問題がそのまま直接え会社の利益問題だったりとかそういうとこにつながってくるっていうのはもう結構。 まあいろんな業界で言われていることなのかなとえ僕としては感じていてですねまあ実際そういうデータも出ているということなのでまず会社の経営者さんだったりとかがえ最初にねあの会社の業績が伸びないようなんていう時はえまず着目してほしいのは会社の人間関係がしっかりできているかと、えー、社員が働いているその現場環境というのがねちゃんと整っているのかとまあ平たくも分かりやすく言うと 全員が楽しく仕事できてますかみたいなそういう話ですよね。若い社員が何か悩みを抱えていないですかみたいなあのプライベートの問題とかじゃなくてですよあの普通に仕事の、えー、環境で毎日楽しく仕事ができてるかとか悩みがないのかっていうところとかを、まあ、かなりちゃんとクリーンに、えー、できてるかをいま一度確認してほしいなと、えー、僕としては思います。えー、それをですね、まあその、社員が入る段階から見極めることができてしまうよう。 っていうことですねこれをやることによって、えー、SNS を見ることによってですね、えー、そういう社員がまず会社に入ってくることも、えー、できなくなりますしそこをシャットダウンすることによって会社の成績向上につながるということですね。あと若こどんどんあのいい若手手がが、ね、増増えてえててどどんんいいね会社の なんだろうな、寿命も伸びますしっていうような話になってくるかなと思いますね。えー、まあこれ僕で言うとですね、まあこの SNS がどうちゃらこうちゃらしてってもあんまし皆さんね、なんか実感も湧きませんし、何の話してるんですかって方がすごい多いと思うんですけど、まあ僕で言いますと、まあ言ったら僕のイメージって皆さん TikTok だったりね、YouTube 上の、えー、こうやってベラベラ喋ったりだとか、 えー、生配信をしたりだとかね、えー、動画の中で喋ったりっていうのが、えー、僕のイメージであり、えー、皆さんには僕のこの今の僕が野、えー、谷智也であり、えー、皆さんに伝わってるのかなと思うんですけども、えー、これはもう僕がなんとプライベートでとこういう人間なんですよとかなんて言おうと皆様の中では僕のイメージはこういうおしゃべりで。 いろいろとちょっと偏った考えがあるのかな、この人みたいな、ちょっと面白いこと好きだなんてね、え僕もよく言ってますけども、あの、桜田ファミリアを超えるような建造物をね、えー、世界ナンバーワンの建物を日本に建てます、ね、みたいな、そんな大それたこと言ってますから、えー、そういう人なんだろうな、みたいな、とりあえず面白いことが好きな、べらべら喋ってる人なんだな、なんて思うかなと思うんですけども、まあ、そのイメージが、えー、まあ僕ですよね。えー、これがですね、 まあ実際僕の中では、まあ、リアルでは発信してこれなかったことだったりとか、発信しきれなかったことっていうのを、まあ、世の中に発信し続けてるってのがまあリアルなんですよね。実際今の、今の僕なんですよ、それが。なので、えー、っと、言ってしまえばですね、SNS が主流になったこの時代においては、それ、その自分が本当の自分っていう感覚が、 えー、あります、うん、僕自身もねで、えっと、それこそ僕はまあインフルエンサーとしてこうやって活動してますから、まあ、そうなると、まあ、今のこの自分っていうのが、えー、今後の自分であり、えー、僕の本質であり本音であると、えー、今後僕はこういう人間としてずっと生きていくっていうことですよねで僕の内情の、えー、言ったらプライベートの部分だったりとか の言ったら本当に言いたいことだったりっていうのを僕は常に今世の中に発信しているので、えー、これが野に友也なんですよね皆さんが見ているのはこれをまあ皆さんに置き換えて考えてみるとですね今自分のことをちょっと思い返していただきたいんですがこの SNS 上でのねあの誹謗中傷問題とかっていうのは普段から皆さん、えー、経験してるかなと え思うんですけども、あの、この問題に関してね、まあ、絶えないじゃないですか。SNS 上での誹謗中傷問題ね。えー、みんなも、えー、目にしたことがあると思うし、経験したことも、えー、ある問題かなと言われましたっていう人もいると思うしね。えー、僕の動画でコメントしたらそれに批判のコメントが来て、みたいなね、ちょっと嫌な思いをしたかなって方もいると思いますけど、そういう、えー、世の中に発信してるアンチコメントだったりとか、そういうのも、日常で言えないことは発散できないこと。 をえまあ、僕はそういう人たちを発信してると思うんですよ。で、しかも、なんだろうな、その人の SNS を見ると、まあ、アンチコメントしてる人以外でも、まあ、女のことが特に多いのかな、えー。会社行きたくないとか、えー、愚痴だったりとかね、えー、そういうのを自分の Twitter、Instagram とかに、ね、投稿してる人も、まあ、たくさんいますよね、一般の方々はね。うんえー、それを読み取るとですね、えー、その人の心理だったり、本質的に本当に思っ ってること。 だったり悩みだったりとかっていうのが、えー、その SNS に投稿してる内容ですよね、基本的には。まあ、あの、もちろんであ、この今マイナスの話ばかりしてますけど、あの、プラスの方もそうですよ。これが楽しかったとか、こういう部分に楽しさを見出して人生生きてるんだなとかっていうのが、その人の SNS を見ると、まあ、なんとなく見えてきますよね。そのアカウントを見れば、バーっと投稿内容をね、えー、2、3ヶ月、半年、1年、えー、投稿を見返せば、大体この人ってこういう人なんだろうなっていうのが SNS 上で見えてくるじゃないですか。 でえーまあ、要するにその SNS の上で、えー、見えてるその,その人の絵っていうか、えー、性格だったりとかっていうのはもうその人の本質なんですよね。一番その人が世の中とかに訴えかけたいことだったりとか、えー、普段から思ってることだったり本音だったりっていうの、うん、逆に、えー、リアルの日常で見,見せてるのっていうのは、えー、我慢してる姿だったりとか、えー、本当はいい。 そのこうありたいのにこうできてない自分をかりそめで見せてるみたいな部分が、えー、実際のリアルの世界ではあると、えー、これ皆さんどうですかあ僕としてはすごくそう思っていて皆さん本音で生きれてないっていう人たくさんいるかなと思うんですよ会社の中では、えー、変なキャラ作りをさせられてるみたいな人もいるかもしれないし本当は意地悪キャラじゃなくて、えー、普通に。 みんなと同じ立場で言いたいのにな、みたいな、自分がそうやって求められてるから、みたいな人もたくさんいるのかなと思うんですよ。それプラス、もしかしたらこの中で聞いてる方の中でね、会社で嫌な思いを日常的にしていて、その愚痴を会社に、あの会社じゃないな、SNS に上げちゃってますなんて人も多分結構いるかもしれないですね。それがいいとか悪いとかっていう話ではなくて、そこが SNS 上に本質として出てますよねっていう話が今回の,その大事なところになりますよね。でこれ であのお酒を飲んだ時とかにすごいよく似ていてなんかアルコールの原理っていうのは、えー、アルコールが体、ね、に回って酔っ払ってますっていう状態で皆さん経験したことあるかなと思うんですけどもお酒が好きな方とかはねちょっとお酒を飲んだことない人はちょっとあの分かりづらいかなと思うんだけどもあのそういう時って 日常で言えないことが結構パーって出て、それでちょっと口論になっちゃったみたいなけんあの経験がある人も中にはいるかもしれないですよね。あの、普段言わないことを言ってしまって、まあそれこそ彼女と喧嘩、嫁さんと喧嘩やら、会社の上司、友達とちょっと喧嘩になっちゃったとかね、そういうことあるかもしれませんし、え逆にね、酔った勢いでね、告白したら成功しちゃったみたいなね、普段言おうとずっと言おうと思ってたけど、酔っ払った勢いで言ったら成功しちゃったみたいな人もいるかもしれませんけど、えー、これにすごく似ていてですね、あの、アルコールを、 によっての力を借りるじゃないですけど、うん、お酒を飲んだ時に饒舌になる人もいるじゃないですか。でそれによって、えー、本来の自分を出せるっていうのは、えー、ありますよね。その状況に SNS がすごく似ているなと僕としては、えー、すごく考えています、うん、SNS 上に出す。 その普段の自分がかりそめで SNS 上で本当の自分を出せるというかえまあそれは誹謗中傷だったりとかえストレス発散だったりとかもそうだしえこういうのが楽しいよみたいなそういう発信もすべて、えー 普段日常で言えないことを発信してるっていう部分で本質の部分なのかなと思うんですよ。で、これを理解した上で、えー、先ほどのね、最初の優秀な社員を、えー、雇いたいなら SNS を見ろというとこを、えー、ちょっと戻るんですけども、えー、そこに戻るとですね、その社員がですね、ある日じゃあ面接に来たと、えー、なった時にですね、その社員が来るじゃないですか。そしたらそこでまあ,ある程度話してですね、まあリアルの その初対面で会った時の、えー、その子のまあ雰囲気だったりとかっていうのはそこで見極めると思うんですけども、えー、まあ向こうは面接をしに来てるわけですよねだからある程度形は作ってくれるわけですよ。でそのののの今までの培ってきたものと 性格だったりとか、今まで何をしてきたとか、日常的に本当はどういう人間なんだっていう部分は、その面接の時間じゃまあ見れないわけですよね、絶対。ほとんど見れないですよ。面接的にはみんな大概ちゃんとしてくるんですから、ね、それは見れないわけですよね。そこで当たりくじか外れくじかっていうこの言い方もよくないですけど、そこがどっちなのかっていうのはちょっと認識しづらいし、そこをね、ちゃんと見れる人は本当にすごいですけど、それもなかなか難しいとなった時にに、そこで SNS をね、見せてくれとか、 えー、なんかそういう風なね、戦い方をすると僕はすごいいいなと思ってます。えっ、ー、と、あらかじめ SNS のアカウントを教えてくださいって言われると、えー、なんか用意してきちゃうかもしれないので、そこでちょっと SNS のアカウントを教えてもらっていいかなって、その社員に聞いてですね、えー、で、教えてもらって、で、それでその場では合否はね、言わないで、一度持ち帰って、そこで SNS を見ると。で、その人がどういう人間なのかっていうのを、その SNS を まあ、探るじゃないけどね。どういう発言をして日常を生きているのかっていうのを。 チェックしてどういう性格なのかとか、えー、ああ、この子愚痴をよく言う,言う人なんだなとか、えー、すごく前向きな考えを持ってる人なんだなとか、プラスチックな人だなとか、あなんだこの子結構起業とかそういうのしたいんだとか、えー、なるほどな、なんて見えてくるとかすごくあると思うんですよ。あ、この子すげえアンチコメしてんじゃんみたいな <laughs> そう、そういうのもあるかもしれませんし、えー、そういうのを見るとですね、非常に面白くて、えー、っと、その子の、えー、本質も見えてくるし、まあ、その子って言ってますけど、これはまあ、 あの、年配の方でもそうですよ。30歳、40歳、50歳で中途で入ってくる方に対しても、そういう人の本質が見えてくるし、本音も見えてくると。その人がどういう人間なのかっていうのがはっきり見えてくるかなと、僕としては思います。そこをね、しっかり抑えることを皆さんお勧めしたいな、なんていう話を今回させていただきました。はい。あの、SNS を見ればね、その人の人格から中身まで、まあ、全て見えるので、まあ、そこを判断、判断材料にね、取り入れると、人材セレクトミスの確率を大幅にカットできますよ。 という、まあ、話になりましたね、はいえー、今回は優秀な社員を雇いたいなら SNS を見ろという話をさせていただきました、えー、他にもですね、えー、TikTok の動画は毎日12時と18時に1日2本、えー、投稿、えー、生配信に関しては毎日20時から21時が TikTok ライブ21時から22時半が LINE ライブになっております、えー、そちらでは現場やものづくり系の最新ビジネスのお話をしていますので興味がある方は概要欄から チェックしてみてみください、えー、ここまで聞いてくださり本当にありがとうございました。それでは明日もご安全に。